JR 東日本水戸支社は12月18日、昨年10月の台風19号による被災で袋田・日立第五間が不通となっている JR 水郡線について来年3月27日から全線開通すると発表しました。当初予定の来年の夏より前倒しでの再開となります。現在、上小川・日立第五間で運行している代行バスは3月26日までとなります。3月13日より試運転が始まる予定となり、3月27日には全線開通となる予定です。新しい橋は橋脚を一本に減らし、増水時に漂流物にぶつかっても破損するリスクを減らし、一本の橋脚でも支えられるよう三角型の鉄柱を組んだトラス型の構造を採用しています。橋桁を以前より最大 1.3 メートル高くなっています。